ウーズレイはイギリス発祥の自動車ブランド。ウーズレイエンジニアリング社が19世紀末に製造した自動車を起源とするが、同社を離れて以降もブランド名として継続し、その名前を冠した自動車は1975年まで存在した。現在、ウーズレイブランドは2005年に MG ローバーを買収した中国の自動車会社、南京議社が所有している。 1887年、フレデリック・ヨーク・ウーズレイが、ウーズレイ羊毛刈込機械会社をオーストラリア・シドニーで創業する。羊毛刈込機械の製造でも初期のことであった。英国、バーミンガムに移り、ウーズレイ・エンジニアリング・リミテッドを設立。特許をベースに、羊毛刈込機械をさらに伸ばし、また農業用機械なども生産し、末置き型エンジンもその一つだった。 ここで、ハーバート・オースチンが工場長となり、自動車を製作することになる。当時の英国は、まだ赤旗法の時代で、翌年の1896になりようやく廃止となる。このため、産業革命で世界の先端を走っていた英国において、自動車産業だけは育成されず、フランスやドイツに先を越されてしまっていた。ウーズレーエンジニアリング社の工場長だった三十歳の、 ハーバート・オースチンはインターナルコンバスチョンエンジンと自動車に興味があった。以前パリで見たことのあったレオンボレの設計を改良した車を1895年の冬から96年にかけて製作した。後レオンボレの設計はすでに他の英国の会社に購入されしまい、ハーバート・オースチンに選択の余地はなく自分自身の設計で作らざるを得なくなった。 ウーズレイオートカー第1号となった車は、前輪一輪、後輪二輪の三輪車で、独立喧嘩、リアサスペンション、エンジンは、シート下に置かれた。大人二人が、背中合わせで乗車できた。110ポンドで販売されたが売れなかった。車の購入希望者は4人乗車を好んだのだ。1899年、会社の創業者であるウーズレイが亡くなる。 この頃、ウーズレイ社の自動車部門では、オースチン設計の四座の自動車を作るようになっていた。水平短気筒エンジン、ラップアラウンドラジエーターチューブ、後輪車軸をチェーンで駆動した。この車は1900年の春に行われた1000マイルトライアルレースに出場し、同クラスで優勝。このレプリカが270ポンドで市販され、ウーズレイ初の生産者となった。ブランド名。 ウーズレイ1901年に、ウーズレイ社自動車部門は、ビッカーズエンジニアリングとハイラームマキシムに12,400ポンドでの自動車製造部門が売却され、新会社、ウーズレイツールモーターカーカンパニーとして独立する。会社はバーミンガムのアダレーパークに置かれた。新会社ではオースチンは、特許の見返りとして、株主にも加わり、また新会社においても工場長を務めた。 この時期、オースチンは、新会社の仕事をしながらも、旧のウーズレー羊毛り込機械会社の仕事も、パートタイムでこなしていた。ハーバートは、自動車を作りながらも、1911年から1933年まで、ウーズレー羊毛り込機械会社の会長も、務めている。新ウーズレーはレースに、積極的に参加し、1903年には、 年800代まで成長し収益も好調だった。アレクサンドラ女王がパトロンとなっていたが収益を出すまでに5年を要していた。ブランド名、ウーズレイシドレイウーズレイシドレイツアラーウーズレイシドレイツアラー1908年式、ウーズレイシドレイツアラー1909年式、ハーバート・オースチンは1905年に会社を、サリ自身の会社オースチンを設立する。ウズレは、 ジョンダ・ベンポート・シドレーが創業したシドレーオートカー、カンパニーを買収し、オースチンの後任に、JD ・シドレーを指名した。1905年、シドレーが最初に行ったのは、旧式な水平エンジンと費用のかかるレースをやめることだった。これにより新式のシドレーデザインが適用され、この時より、車は、ウーズレーシドレーとして販売された。シドレーは後にアームストロングシドレーを設立。 また彼はのちけにルワース男爵を授けられている。1911年後半にウーズレイ・シドレイからシドレイを外し、ウーズレイに戻った。理由は、シドレイが1909年にウーズレイを去り DG モーターカンパニーでシドレイ DG 車を製作販売し、さらにはアームストロング・ウィットワースとして販売していたためで、名称による混同を防ぐためだった。この時期にはウーズレから 興味深い製品が出ている。1910年のエンジン付きスレーで、スコット南極探検隊とドイツ南極探検隊で使用された。この使用は、スコット隊がロアールアムンセンに負けした理由の一因ともされている。1912年には珍しい車、ニリン、ジャイロカーが、ロシアの王室メンバーであり、法律家であった公爵、ペーター・シロフスキーの援助で作られた。これは、 シロフスキジャイロカーと呼ばれる。このような奇妙な車も作ったウーズレー車だったが、2階建てバス、タクシーキャブ、ローリー、パワーボート用エンジンなども作っていた。1913年にはウーズレーは英国の最大メーカーとなっていた。従業員5500人で年間5000台ほどを生産した。ワードエンドにある以前はウーズレー工場だった建物1914年。 第一次世界大戦の直前にウーズレイモーター、カンパニーと社名を変更。カナダでは、ウーズレイモータースリミテッドという社名で、モントリオールとトロントに支社を置いた。このカナダ支社は、第一次世界大戦後のブリティッシュアメリカン、モーターズとなる。第一次世界大戦中のウーズレイは主に、飛行機エンジン、飛行機完成品、飛行機パーツを生産していた。他には、 トラック生産はわずかだったが武器や軍需用品は大量に生産していた。急戦となってからは1万3000人の作業員で年間2万台の生産をすべく準備に勤しむ。170万株を発行して資金を調達し工場の機械類を購入したり販売店を世界各地にオープンさせた。ウーズレーはより上級志向の車作りを進めショールームも設けた。これは ウーズレイハウスと呼ばれ、ピカデリーのリッツホテル脇に作られた。という名前のレストランとなっている。1万2000台を販売し、英国一の自動車製造業者となったのだが、目標の2万台には届かなかった。戦後求められた車は、高価なウーズレイばかりではなかったのである。人気のあったのは、イギリス工場で1911年から開始していた、現地大量生産を本格化させた。 フォード T 型やイギリス国内資本でも大量生産による低価格化に成功していたモーリス・カウリーだった。日本でのウーズレイ車、ウーズレイ CP 型1.5トン積みトラック第一次、世界大戦後、公共を呈していた東京石川島造船所は自動車の生産を計画した。同社は九百十八年、ウーズレーとの間に東洋での製造と販売に関する提携を結び、 1922年に、ウーズレー A 級型乗用車の国産化に成功した。さらに同社は1924年、ウーズレー CP 型1.5トン積みトラックを完成し、軍用保護自動車の資格を得た。1927年、東京石川島造船所はすでに、モーリス参加となっていた、ウーズレー車との提携を解消、社名も向上に、近くの隅田川にちなむ、 墨田と改め、純国産車の生産を始めた。ウーズレイ流儀の高度に過ぎるサイチェシーエンジンは、間もなく放棄され、当時の日本における、生産、実用面に合致した、自社開発のサイドバルブエンジンに交代した。この東京石川造船所の自動車部門は、後に、イスズ自動車となった。ハサンウーズレイ社は1925年まで、年14万ポンドもの利息に、 悪戦苦闘する。1926年10月に会社は200万ポンドの負債を抱え、破産宣告を受け犯罪人に委託される。これは自動車の歴史上でも有数の大倒産劇となった。1926年、ウィリアム・モーリスがハーバート・オースチンやゼネラル・モータースに競り勝ち73万ポンドで会社を購入。社名をウーズレイ・モータースとし、 生産施設はバーミンガムのウォードエンドに集約した。ウーズレイの OHC エンジン、そしてウーズレイの工場のエンジニアのエンジンに対する経験の深さがその購入動機だったという。ウーズレイのエンジニアはモーリスの車両を今よりも上級者に仕立てる仕事を求められた。6気筒エンジンは4気筒、6気筒、8気筒のバリエーションとなり、これが後の OHC 版。 MG エンジンの源となる。モーリスの仕事をさせられる一方、ウーズレー車は、ある一定範囲で自由に活動する、裁量権も持つことができた。そのため、モーリス用、ボディ鉄板をプレスしながらも、一風変わった、ウーズレー自動車を生産し続けることができた。イルミネーションする、ラジエーターバッジ1930年には、乗用車、ウーズレーホーネットを市場に投入。 1932年にはイルミネーションで光り輝くラジエターバッジが登場する。1975年に生産を終了するまで、ウーズレイ自動車にはこのイルミネーションするマークが必ず付けられていた。ウーズレイ25、64ドアサルーン1937年式1935年、ウィリアム・モーリスの所有する、モーリスモーターカンパニーの子会社となる。 ウーズレー社はこの時点から独自色を染めていき、モーリス社の設計ベースの車へと変わっていく。1938年に大霊社とその子会社のオートビア社がモーリス参加となってからは、この企業群はナッフィールド・オーガニゼーションと呼ばれることになる。1945年、戦争の参加がようやく終わり、生産施設はオックスフォードの代わりに集約され、 ここでバッジエンジニアリングが引き続き行われる。戦争前のデザインで 10HP のシリーズ3が生産され始める。一方、モーリスシリーズ E の上級版として、ウーズレイ8という新モデルも投入される。このウーズレイ8はモダン7フィールド車のボディデザインに、ウーズレイのフロントとトリムを付けたものだった。1948年にはウーズレイ4、50及び6。 80がモノコック構造でデザインされた。しかしこれはモーリス・オックスフォード MO を大きくしたものだった。4、50と6、80では新型の OHC4 気筒そして6気筒エンジンを搭載していた。このエンジンは他にはモリーズ6にしか使われていない。この時期は戦後の待望生活期であり、戦前の豪華仕様ウーズレー風室内デザインは 時代にそぐわないものだった。1948年10月には、ウォードエンドで994、50や196、80の生産が開始され、モーリスシックスも5台を生産したが、1949年1月には、代わりのナフィールド工場に移転することになる。BMC でも引き続き、バッジエンジニアリングが行われる。1952年、4。 44が登場する。ジェラルド・パーマーデザインの滑らかなボディを持つ、この車は贅沢仕様のウーズレーの再来だった。エンジンは MGTD でも使われた 1250ccXP ナフィールドエンジンで1952年のモーリスとオースチンというライバル同士の合併による BMC 設立によるものであり、このようなオースチンエンジンを利用した。 合理化はこの後 BMC のすべての車両に対して行われた。1954年にはジェラルド・パーマーのデザインのプレステージ、つまり効果で権威づけられたモデルとして690が登場する。690はナッフィールド・ウーズレイ最後のモデルといえるもので、ボディスタイルがライレイのパスファインダーと共通であるのみで、オースチンとは全く関係していない。は 新型 2639cc の BMCC シリーズエンジンを搭載した初めての車でもある。1956年に4、44がラフフィールド・ウーズレーの車として生産を終了し、外見は似ているがエンジンが B シリーズとなった15、50で置き換えられた。1957年4月にはモーリス・マイナーの後継者として、 ウーズレイ1500が投入される。これにも B シリーズエンジンが使われた。このボディはライレイ1.5と共有されている。ライレイと比較した性能では1500は高級感を持ち低コストの50年代 GT であった。1958年に BMC はピニンファリーナを使って新たなスタイルを模索していた。 これには合併後未だサめやらぬオスチンとモーリスのそれぞれの設計チームの圧力を抑えようという意図もあった。BMC ファリーナの最初の作品は A40 となった。しかしこれはウーズレイブランドでの姉妹車とはならなかった。この車のすぐ後、ピニーファリーナデザインでより大きなミッドサイズ車、ウーズレイ15、60サルーンが発売される。これは パーマーの曲線美デザインの15、50の角型版だった。これはウーズレーだけでなく、MG、ライレー、モーリス、オースチンで発売された。このシリーズはバッジエンジニアリングの極端な一例であり、フロントグリルとボンネットのノーズ部分の違いと、車内のトリムレベルが、ブランドそれぞれの位置づけを反映したものというだけだった。1959年に、ウーズレー6、 9 0の後継ウーズレー699となる。699はオースチン A95 と主要コンポーネントを共有しており、これはナフフィールドウーズレーの終焉となった。699は A95 よりも大きめに設計されていて、エンジンもよりパワーのある C シリーズが使われていた。これはビッグ、ファリーナと呼ばれていた。小型4気筒エンジン版の15。 60とは、ボディもコンポーネントも共有していなかった。ビッグ・ファリーナは当初、オースチン、ウーズレの2ブランド、そして後にバンデンプラが加わり、計3ブランドで発売された。バンデンプラでは、プリンセス3リッターエンジンを搭載し、後には、ロールスロイス製4リッターエンジンをも搭載した。しかしながらいずれのモデルもその外観は、同様だった。この3種のプレステージモデルは、 4気筒エンジンの小型のファリーナよりも大きく、その形は、ボンネット、フロントフェンダー、リアフェンダー、フロントグリル、フロントパネル、ヘッドライト、トリムに及んでいる。EN、ワトキンスグレンインターナショナルでのヴィンテージ車レースで、走行中の1965年式、ウーズレホーネット1961年ミニベースのホーネットとなる。拡大された、ボディ、リアには、 小さなウィングフィンが付き、フロントグリルは伝統的なウーズレイが落とされた。ウーズレイホーネット及び姉妹車のライレイエルフは最古型車市場の上級クラスを狙い、より良いミニとして化粧直しされたものだった。1962年にモーリス1100として登場した全輪駆動車、BMC アド16のウーズレイ版が1965年になって、 ウーズレイ1100として登場した。これは1500の後継となった。1100は1967年にエンジン排気量を 1275cc に拡大1300となる。1967年には BMC アド17シリーズの一員として、やはり前輪駆動のウーズレイ18-85が登場した。百六十八年にはビッグ、ファリーナト6、 110MK2 が生産終了する。6、110MK2 は1958年の6、99直径モデルの最終版で、ホイールベースが2インチ、エンジンが10ビット HP 拡大され、室内も洗練されたものだった。これらに、後継モデルはなく、ウーズレイとしての大型プレステージモデルは、過去の存在となった。ウーズレイ十二バリアント百六十八年には、 英国政府の要請により BMC とレイランドが合併し、ブリティッシュレイランドとなる。BMC 時代のバッジエンジニアリングを続ける、体力もなくなった BLMC は、ブランドの整理に着手する。特に、実質的に中身が大衆者のオースチン・モーリスと同じであることが嫌気されていたウーズレイやライレイのような中級者ブランドは、 レーランドとの合併で、ローバートライアンフが加わったこともあって、格好の整理対象となった。その一環として、ミニベースでボディは、ライレーエルフと共有していたウルズレー・ホーネットが1969年に、全輪駆動車嫌いの保守派のために、継続生産されていた15、60ファリーナが1971年に生産中、よされた。ただ、 1969年に消滅した大イレとは異なり、1970年頃の BLMC はウーズレイは存続させる意向だったようで、当時のアド16とアド17をベースとしたウーズレイは継続生産され、1972年にはウーズレイ18、85の6気筒版ウーズレイ6も追加された。しかしついにウーズレイも存続できない時がやってきた。 1973年に、a d 1 6に代わるオースチンアレグロが発表されたが、アレグロには、ウーズレイ版はなく、a d 1 6ベースのウーズレイ1300は、翌1974年に消滅した。続く1975年3月には、b m c a d 1 7が、モデルチェンジされ、当初こそ、ウーズレイ版のウーズレイ2200が用意されていたが、同年9月に社名が、 BL プリンセスと変更され、同社は、ウーズレイではなくなった。そしてこの時が、ウーズレイブランドの終焉となった。ブランドとしてのウーズレイは2004年に MG、ローバーグループの資産の一部として、上海議者に譲渡されると報じられていたが、2005年になり、交渉が決裂し、経営破綻、倒産状態となった。その後、南京議者がこれを買い入れ保有することとなった。 ウーズレー社は長い間2桁の番号をモデル名として使用していた。1948年まではエンジンのサイズを意味していた。それは英国での課税割引きでの単位で、これは英国王立自動車協会が定義していたものである。14、60とはラック定義の課税目的での 14HP としてランクされたが、実際のパワーは 60HP であるという意味である。 その後、最初の番号は、気筒数を示すことになり、さらに1956年以後の4、気筒エンジン車では、排気量を表すことになった。15、60とは1.5リットルエンジンで 60HP を出力するという意味である。最終的にこの表示方法は廃止された。ありがとうございます。